ずっと飲んでないお笑い当番みたいになっちゃったんですよライトが来ていた。え、松田聡のガットイン TV 第80、今回何回目でしたっけ？いや、覚えてない83が、間もなく始まろうとしているんですけれども、本日のゲストの方も来られております。徳山秀典さんです。どうも。いやいや、誰に言ってんの？よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いや、この間あの居酒屋でばったり会ったじゃないですか。はい、ありました。あれがもう16年ぶりとか。そうですよ、びっくりしました。何も変わらないでしょ何も変わらない代表ですよ。もう衝撃でしたけど、あの時本当再会できてめちゃくちゃ、ね、嬉しかったです。もうその再会が今日ここに繋がってるんで。そうなんですよ。本当何が起こるか分かんないですね。やっと生まれた僕お酒大好きなんですよ。うわ、今日ねビールをむちゃくちゃ用意してます。ありがとうございます最悪長い管で繋ごうかな今日はどうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんな二人でお送りしてまいりますので、はい本日のゲストは俳優でミュージシャンでもあらせられます、徳山秀典さんです。よろしくお願いします。いや、もうよろしくお願いします。すげえ、すげえ、すげえ、変な感じね。ぜひちょっと飲み物何飲むか。ありがとうございます。じゃあ僕もビールをいただいてもいいですか、ね、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。乾杯。バイ。すごい、ずっと飲んでないもうこういう感じなんですね。飲むとは聞いてたけど。飲むとは聞いてたけど。徳山さんといえば、私の中では仮面ライダーカブトのキックホッパー役の印象が強く残っています。当時、あの役を演じることになった時のお気持ちや撮影エピソードなどお聞かせいただけると嬉しいです。まあ、ネタバレというか、もう皆さんもう10年も経ってるから大丈夫だと思うんですけど、何話かでもすぐ退場しちゃうんですよ。うん、で、そのザビーっていう、そうです、蜂の、また変わっちゃうんですよ、変身できる人が、うん、っていうことで、じゃあお疲れ様でしたって言って、まあ慣れて仮面ライダーになれたし、うん、すごい楽しかったっていうふうに思って、そこで本当は終わりのはずだったんですけど、はい、劇場版ってあるじゃないですか、仮面ライダー。で、今回はパラレルワールドだから、うん、ちょっと徳山くん劇場版にどうかっていう話まであったらしくて、うん、はい、そこでじゃあ劇場版も含めてだから、まだそのお疲れは言わないってなったんですね。うん、で撮影が終わったのに。そうです、うわ、あ、またなれるんだって思って、うん、パラレルワールドでもう一回ザビーっていうものに変身、うん、っていう時に、そこがちょうど仮面ライダーの、うん、あの兜のイベント東京ドームかなんかでやったんですよ。その時にあのいろいろな方がその後ザビーっていう蜂のやつに変身してたんですけど、うん、僕が出てきた時のファンの皆さんのあったかいその拍手と声援が、僕隊長の役だったんですけど、はい、隊長みたいな、待ってたぜみたいな、うん、でそれをその場で見たスタッフさんたちが、うん、これはもう徳山君コンペもう一回行こう本当そうなんですよ。そんなことありますか。そうなんですよ。うわー、これ皆さんめちゃめちゃレアケースですよ。そうなんですよ、うん、聞いたことないもんね。皆さんの声援でそういうふうなことで、でも何に変身するか何も分からず、え、何にも知らなかったです。じゃあその最初のザビーじゃないということだけは分かって。いや、もうそれも分かるんですか。はい、で衣装合わせに行った時に、うん、その時田崎監督なんですけど、はい、田崎監督がこんな感じってイメージ出されたのが、あのバイオハザードの敵キャラみたいな、なんかバイオハザードの敵キャラってスベガルクのゾンビみたいな、なんかすんごい格好したうわーとかいう感じだったんですよ。えとか思いながら、だからどうしてもそのダークな感じ、やさぐれ感というか、っていうそれが地獄兄弟、そうです、それがヤグルマの。だからちょうどあと僕その時に映画が入ってまして、はい、どっちにしろちょっと撮影期間もあるし、うん、その戦争ものだったので髪を短く切って日焼けして、でそれもあってなんかそのフォルムを見て、うん、そうなったんですよ。すごい話ですね。そして地獄兄弟がね、これはもうこんな時間にまだ言っていいのか、だから接点があるのが、地獄兄弟に破るあの片袖破れたロングコートが実はナイトが着ていた、はい、え破ったんだナイトのコートが加工して飾る、ナイトというかレーンのコート、レーンのコートあれ袖もうないんですか。袖ないらしいです。切なっていう説ですけどね。説か、はい、
でこれどこでもあんま言ったことないから、うん、ないだろだからすごい繋がりはある。ってなってるみんな。そうですよ、これやばい。リサイクルって言われてる。だから本当かどうかは皆さんちゃんとこうもう一回見てもらえると、うん、あでもそれ検証するのまた面白いですよね。そうですよね。うわそうそう、でも東映さんって結構あるんでね、そういうの衣装部さんが結構再利用するんで、いやー驚き、あーそういうことやったんですね。でもそんだけ俺ね、まあ、いろんなライダー俳優見てきてるじゃないですか、はい、それほどもう一回戻ってきて、もう一回戻ってきてってやられる人ってあんま見たことないですよね。そう、なんなんでしょうね、うん、なんか不思議でした。しかもキックホッパーが出てきた意味もわからないんですよ、いまだに。多分いまだに多分カブト視聴者の方々もあんま分かってないぐらいだと思います。いやだからもうだからシンプルですよ、徳山秀則という人を出したかったんですよ。いや嬉しいことですけど、うん、でいつ退場になるのかなと思ったらお笑い当番みたいになっちゃったんですよ。だからそうしたらずっと出し続けられるからじゃないですか。ああそうなんですか。それがだってもう本筋でもう生きるか死ぬかの戦いをずっと強いられてたら、はい、ここで命を落とさないとストーリー上ちょっと刺激が足りないよねってなったらおかしいから、ちょっとこう賑やかすというか面白いところのポジションをずっとこういた方が。これ東映さんの悪いところありますよね。ネタキャラというか、ネタキャラというか、でもそれは脚本書く人の気持ちになったら俺すごいわかりますもん。このキャラを出したいってなったら、はいはいはい、そのキャラはメインの戦場には置きたくない。あー、うん、はい。音楽活動はいつからやってるんですか。僕は15歳ぐらいです。早い。まだ俺はセミの幼虫捕まえに行ってるわけですよ。いやいやいや、15でかい。僕早生まれなんで高校1年生で、うん、ちょうど15ぐらいで、うわ、それでバンドをなんとなくっていうので、うん、でもその時にはドラマとかも出てたんですよ。あ、そっか、デビューは11歳ですもんね。はい、でそこでとある、まあ、音楽関係の人が遊びでその友達とちょっとライブをやろうかって話で、うん、でそこで声かけられて、ちょっと本気で音楽やんないかって言われて、じゃあもう最初から遊びで友達と始めたとかじゃなくて、うん、もう仕事として始めたの。いや遊びでやったんですよ。遊びで1回だけやったのが仕事になっちゃったんです、うん。その後もう言ってみたやつ、レコード会社も決まったからみたいな。今もう全国のバンドマンがもう歯ぎしりしてます。そうですよね。本当僕ギターも弾けなかったですし、それで15歳で16にデビューするから、それまでにそのボイトレとかすごいやらされて、うん、いやでもむちゃくちゃ楽しかったでしょそれ。あ違う、辛かったです今だからやっぱパワハラとかってなるじゃないですか、うん、だからもう当時はもうやれーみたいな。あーまあそうですよね当時はもうパワハラベースみたいなとこありましたよね。はい、もうてかガッツですよね、うん、怖いとかじゃないんですよ。お前もっと頑張れるよ、やろうぜやろうぜでドラマやって学校行って、うん、24時ぐらいまでレコーディングして朝6時に学校行ってとか。あそうか、学校はちゃんとやっぱ行ってた、はい、ドラマ撮影して、うん、期末テスト受けてとか。うわやばかったですね。え、それ学校の勉強する時間って取れるんですか。ほぼ取れなかったです。だからもうずっと休んでました。だから堀越にしたんです。ああそういうことじゃないと成立しない。しないですねということで皆さん、今からですね9時21分まで休憩を取らせていただきます、その後たこ焼き食べながら再開いたしますんでよろしくお願いいたします